はい、給食当番あまりやってない話。給食当番あまりやってない話。小学生とか中学生の頃に、まあ、小学生の頃ですかね、給食があってですね、給食当番っていうのがあって、あの学校で給食を出してくれるんで、それを配膳するっていうね係があって、で持ち回りでやるんですよ、クラスでね。で一人でやるわけじゃないから、 5,6 人で今日の給食の配膳をやると。配膳って何かっていうと、給食のそのトレーっていうかね、大鍋とか運んだり、牛乳運んだり、で牛乳運んでその教室で一人一人の器に盛り付けてあげるっていう、そういう配膳係みたいなね、それがいるんですね。で、詳しく覚えたわけじゃないけども、運ぶ人、鍋を運ぶ人と、それから配膳する人は多分被ってたと思います。運んで配膳ね。で割烹着みたいに着るんですよ、帽子、なんか白い帽子かぶって割烹着に着て、要するにその汚れが入らないようにとかね、毛が入らないようにして、本格的にやるんだけども、まあ手袋はね手洗うぐらいでしてないですけども、今は分かんないですね、今はコロナ禍ですから分かんないけども、当時はね、うん、本格的にやってたんだけど、私ね、給食の配膳係ね、やった記憶がねほぼないんですよ、ほぼないですね。で一回あるかどうかで、1学年に1回ですね。例えば 1,2,3,4,5,6 年あったら、トータルで 3,4 回、あるいは 4,5 回ぐらいしかね、給食の配膳やった記憶はないわけで、牛乳の瓶ありますね、牛乳瓶とかね、重いやつね、あれを大鍋とかね、あれを運んだっていう記憶はまあそこそこあります。10回ぐらいねありますね、覚えて重たいなみたいな感じで教室まで運んだ思い出あるんだけど、配膳をしたね思いがね、もう本当に数回しかなくて、数回ってことは1学年に1回、そのくらいのレベルね。これおかしいと思って、確率的におかしいと思いまして、なぜかっていうと、給食当番ってそのクラスの中で持ち回りでやるわけですよね。で 5,6 人でワンセットでやるわけ、うん、多分今日は何班とかあるんじゃない、クラスの班分けされてるからね、今日は何班が給食担当みたいな、いや今週は何班が給食担当とかやるんじゃないですかね。で何班は取り入って配膳してみたいな、うん、それでね、給食のね当番みんなやりたかったんですよね。私はあんまりやりたくなかったんだけど、みんなね、男の子たちは給食当番っていうのは憧れの仕事で、なぜかっていうと、なんか給食の配膳してると余るものありますよね、みかんとか余るものありますよね。あるいはおかわりもね、自分で優先的にできるわけ。だから自分もおかわりするから、もう分かってから事前にね、だから器にいっぱい自分用で盛り付けるとかね、そういったね役得があるわけですよ、うん、だからみんなね給食をいっぱい食べれるとか優先して食べられるとかねあるから、そのやりたがるわけですね。で私はね、別にそんな給食いっぱい食べてもしょうがないかなと、まあくれるってんだったらもらうけど、みかん2個も食べてもねしょうがないかなと思うんで、別にやりたくないっていうね、はい、そんなわけでね、やりたくないからって給食当番を避けることはできないですよ、班で回ってくるから。で割烹着とかもね、家持って帰って洗ってた記憶ありますよ。割烹着っていうのは、その給食当番になった人が配られるわけね、こう貸し出しでね。それでその人が家帰って持って帰ってんで洗って持ってくるみたいな、そういうものなんですよね。多分毎日割烹着洗わないと思うんだけど、まあ1週間終わったら洗うとか、土日に洗って帰って持ってくるとかね、返すっていうことだと思うんだけど、とにかく割烹着を持って帰った記憶はあるんだけど、その配膳の当番もね、やらせてもらった記憶はほとんどないっていう、おかしいなと思って。で、記憶をたどるとですね、その重たい大鍋を運んだっていうね、記憶があるし、その牛乳のね、重たいのを運んだっていう記憶もまあまああるんですよ。これは10回ぐらい、あるいは20回ぐらいあって、例えば50週あるとしますよね。学校は50週。で、まともに、その、春休みとかね、そういう30週、授業やるとしますよね。30週を5、6班で分け、6班で分けてしましょうか。うん。ってことは5回に1回ぐらいは、
5週に1回か、5週に1回ぐらいは回ってくるわけ。うん、そうですよね、6班だったら。で5週に1回ってことは結構な頻度で回ってきますよね。だから1週間連続でやるし、それなのに記憶がね、配膳した記憶がないっていうのはおかしいと思って。で給食当番の中でもやっぱりね、その担当ありますよね。配膳担当、全部おかずを運んで配膳する人、カレーとかね、あるいはご飯を運んで配膳する人、それから飲み物だけ運ぶ人。もう飲み物運ぶ人は配膳しなくていいから、飲み物運ぶ、教室運んできたらみんなで目で取ってくからね。だから個人に配る必要はないっていうね、みんな取ってくから。うん、で私はね、給食当番その班で割り当てられた時に、その誰がどの担当をやるってことはしっかり決まってないですね。ランダムでもないし、やりたい人がやるっていうね。班で担当はまあそうなんだけど、そのカレーを盛るとかね、そういった細かい作業の担当はやりたい人がやるっていう、強くやりたい人がやるっていうね。私はあんまりやりたくないんで、そんなカレーとかね、いっぱいもらってもしょうがないから。うん、家帰ってまたご飯食べるからね。で家のご飯もうまいから。だからね、多分その消極的だったんでね、配膳には。だから牛乳、じゃあ牛乳当番やってっていうふうに言われたんじゃないですかね。牛乳当番はね、牛乳運ぶ当番は確かに重いですよ。重いんだけど、まあそんなに力がないわけじゃないし、女子とかね、やらせる、わけにいかないし、女子だったら2人かかるからね、2人いなきゃいけないから。男子だったら1人で行けるんですよ、牛乳当番は。無理すればね。で、それやって、でその牛乳運んだ人は別に配膳もしなくていいっていう、そういうまあシステムだったのかなと今思ってますけど、ちょっと確かめようがないですね。うん、うちの学校こうだったよと言われても、その学校と違うかもしれないから、ね、うちの学校はじゃんけんでしたよと言われても、私の学校は違うから、ね、だからどういうあれで決まっていたのかなと。まあ確か班で持ち回りで給食当番っていうのは、これはまあ決定ですよ、確実ですよ。だけどその班の中でね、誰がどれやるっていうのはあんま決まってなかったような気がしますね。で給食の配膳やりたい男の子がですね、男の子あるいは女の子が優先して、じゃあ私やるみたいな感じ で別にやりたくない人は牛乳とかね運べばいいしみたいなことだったのかなと思いますけど、ちょっとよく覚えてないですね。